気品のある老婦人が屋敷を背に立ち去る前に崩れかけた過去の光を立ち止まって見つめている。あれからもう30年の長い月日が過ぎ去っていた。初めてこの広い屋敷に迎えられた20歳の日から、枯葉の散る広い庭には美しかった思い出ばかり。あの頃には木々は緑に、日の光に芽生えていた。2階にあるあの寝室は2人だけの愛の秘め事、甘い夢に胸膨らませ、二人だけでまどろんでいたの。明日はこの屋敷の中も競売場になり下がるでしょう。壁にかかる絵もせり落とされ、古い家具も持ち出される。あまりのことに老婦人は我を忘れ叫んでいた。それはみんな私がいただきましょう。でもそれも声にならない。その瞳に宿る涙の中に忘れかけた人の面影、過去の糸を手繰り寄せて思い出すの20歳の日々。飾られていく愛する人の胸の中で恋の夢を見ていた頃、我に帰り老婦人は手にしたのは古い札束。幾枚かのこの紙切れが失われた過去の代償。美しさの残るその手に輝いていた宝石はなく、残るものは思い出だけ。それも今日で幕を閉じた。